はいどうも、ビップです。やってきました、ビップです。よろしくお願いします、ビップです。はい、ということで本日なんですけども、すごくテンション上がっております。なぜかというと、かなり盛りだくさんの内容をこの動画に詰めようと思ってます。時間はちょっとどんだけなってるかわかんないですけど、なるべく短くしようと思ってるんですけどね。で、まあやる内容なんですけど、まず、称号チャレンジやっていきたいと思います。この称号チャレンジね、僕非常に大事な称号チャレンジでして、まあそれ後ほど説明しますけど、で、ミキサーですね。で、今行われている、この1800万ダウンロード突破ガチャ。うん、俺これ引く気全くなかったんですけど、まあ20連目でまずシリーズ2の選手獲得できるっていうのと、30連目で自チームのシリーズ2の選手確定でしょ。まあ引いたろかと、うん、まあいいかなと思いまして、まあ外国人 OB も迫ってますけどね、アニバーサリーも。まあちょっと迷ったんですけど、まあちょっと引いていこうかなと思います。30連だけね。はい、でまたその選手出た選手によってはまたミキサー追加するかもしれないんで、ちょっとそこはまた後で考えたいと思います。でね、称号チャレンジなんですけど、まあ福留選手なんですよね。福留選手、これね、福留選手ね、同値にできたら僕ね、リーグオーダーね、また強化できるんですよ。なので今2人いるんでね、福留選手 A ランクレベルマックスが、阪神時代って今阪神やけどね、まだ。で、福留選手が同値になるために必要な称号がミスターフルスイングなんですよ。ミスターね、うん、ミスターフルスイングしかないんですよね、多分。おそらくね、星2なんですけど。なのでここでミスターフルスイングを引くと、ミート85のパワー85の同値になるんかな。うん、すごい強くなるんで、ぜひね、ミスターフルスイング狙っていきたいと思います。今86の82なんで、ちょっとここで本当に85の85になれば、僕ね、多分おそらくリアタイでもずっと使っていく選手だと思うんですよね。どうしよう、1個つける、1個つけとこか。よし、じゃあいきます、お願いします。大事よ、これ大事。カーンがいいかな、カーンが。あかん、これ3か4。うわ、一緒だる。いや、一緒じゃないか。いや、これ脅威のスラッガーやな。よし、もう何もつけません。次は何もつけない。じゃあいきます、カーンでいいよ、カーンで。あかんって、なんで。うーわ、はい、またしても同値チャレンジ失敗ということで、もうこれはね、脅威のスラッガーのままでいきたいと思います。何のための称号チャレンジだったんこれ、ほんま。はい、お次です。坂本勇人選手です。はい、坂本勇人選手は定砲がつくと同値になるんですよね。定砲がつくと多分83の83の同値になるんじゃないかな。で、多分スピリッツ3200で今後も長く使っていくと。で、アニバーサリーが出ませんと。で、僕がゲットできる時って言ったら、パワちゃんの限定坂本勇人選手ですよね。まあね、ここでね、ちょっとね、同値になることがあれば、もしかしたら僕違うアニバーサリーの選手をゲットするかもしれないんで、アニバーサリーじゃない、ごめんなさい、パワちゃんの選手ね。はい、なのでちょっと一回称号チャレンジやっていきたいと思います。定砲星1なんで何もつけません。はい、じゃあいきます、定砲よ、定砲、楽勝よ、楽勝、定砲、パーンでいいから、カーンでいいから。はい、ナイス。あー、なんでミート自慢するかな、ここでミート自慢するか。パワー自慢してくれよ、あ、定砲にしてくれよ、本当に。はい、ということで称号チャレンジはうまくいきませんでしたが、ミキサーはね、ちょっと報いたいと思います。はい、報わしていただきます。で、ノーマルミキサーをね、やろうと思ってます。何が当たるかわからない、ランダム感がハラハラするというか、僕自チームはあんまミキサー引かないんですよね。うん、なんかハラハラ感を味わいたいんで。で、多分おそらくノーマルミキサー2回ですね。6人の方をミキサーに混ぜたいと思います。岡本選手、宮崎選手、高梨選手、鶴岡選手ね。で、柳選手、三尾かな。東選手はね、ちょっと一応置いときたいんですよね。で、菅野選手は称号チャレンジ置いときたいので、まあ称号で置いとってもいいんですけどね。岡本選手と宮崎選手、とりあえず狙いは、僕ね、ロッテの石川選手が出ると、僕ね、次ね、福袋引こうと思った時、僕ロッテで自チーム引こうと思ってるんですよね。それは石川選手ロッテ枠が欲しいということなんですよ。で、ここでもし別にシリーズ2じゃなくてシリーズ1の石川選手が出れば、僕別にいいんですよね。うん、石川選手出てほしいな。じゃあとりあえず安牌のこの3名ですね、かけていきたいと思います。かけていきたいと思います。さあ誰が出るでしょう。めっちゃツバ飛んでる画面、今一瞬暗くなった瞬間にツバの粒がめっちゃ見えた。こう画面越しに喋るんでね、すごいツバがね、ペッペッペッペ映るんですよね。うん、これね、悩みなんですよ僕。防止ネット置いとこうかな、ツバ防止ネットで持って言って、投げらがミキサーが来ました。おお、うん、即ミキっすね。ここでシリーズ2の選手出てくれてもいいんですけどね、別にね。じゃあそうですね、加藤選手行きましょうか、さっきので、三尾選手と、で、称号チャレンジしそうな岡本選手置いとこうかな。宮崎選手行こう。宮崎選手多分ね、これから先出ても称号チャレンジで同値ならないと思うんですよね、多分。なんでかっていうと、ミート力が圧倒的に高いんですよね、評価的に宮崎選手って。なのでね、ミートが4以上離れると結構きついんでね、ミートとパワーが。飛ばそう。さあ、あー、青山選手、今日なんか青山リアタイで使えるって噂っすよね。どうなんやろ。ちょっとね、とりあえず今置いといてガチャ行きましょうか。ガチャで出た選手でまたミキサー考えるかもしんないんで、
自チームの可能性も出てくるからね、そうなると。じゃあガチャ行きましょう。はい、やってまいりました、ガチャです。はい、僕ね久々です、ガチャ。あの唐監督4万捧げた以来かな、若大将4万捧げた以来じゃない。もうねあれ以来ガチャ恐怖症やったんですけど、ちょっと今回引きます。福袋なんで、まあ、S 確定してますんでね、皆さん注意です。S 確定してないガチャは絶対に引いたらダメ。 S 確定してないガチャ引くと僕みたいに4万以上使うことになるからバカです。はい、一言で言うとね、うん、ごめんなさい、他の実況者の方ちょっとディスってるようになったんでちょっとやめときますね。はいはい、ということでとりあえずね10連目 S 出ないんで、まあ出ないでしょ。はい、もうここは軽くいきましょうよ。うん、自チームもね選んでないんで、外うるさ、行こう。もうね僕信用しないよ。うん、うん、出ない出ない、絶対出ない。うん、もう全然信用しない、だって10連目やし。うん、絶対出ない、割れろよそこは。あ、皆さん、おお、よしよしよし、浅村選手は嬉しい、めっちゃ称号用でね。 A の引きも悪いからな、ラスト。あー、一岡選手ね、皆さん注意してくださいね、あの音量下げてくださいね、僕ガチャの時うるさいんで。2枚引きとかした時も耳壊れますよ、ちなみに。はい、ってことで20連目 S ランクシリーズ2確定ですね。ここ自チームじゃないんで、もう安心していきましょう。はい、自チーム変えなくていいんで、いきます。さあお願いします。うん、この花びらをね散ってほしいんですよね、普通の時でも。よしよしよし、ちょっとそうっすね、40連目はないですよ絶対に。今日は2枚引き頼む、たまには2枚引きしてくれ、最近してないから。お願いします、お願いします、お願いします。わあ、びっくりした、川田さんめっちゃ、重信選手、よし、重信はめっちゃ嬉しい。今2枚あるんでこれで3枚、なんでこんだけ A ランクの A すぎて S 出へんかな。よしよし、坂口選手ね、じゃあいきます。誰でしょう、シリーズ2、僕の初シリーズ2です、これお願いします。おっしゃん、ごめん、ロドリゲスに見えた、ロドリゲスに見えた。これね、大野選手ね、タイピンチついてると強かったんすよ、多分。どうなんかな、今日伸びがあるんでね、ちょっとリアタイで使ってみたい部分もあるけどな、大野選手。はい、ちょっと外騒がしいですけど、ごめんなさいね、動画続きますね。今ね、取るべき球団といえば、まあ多分いろんな方が言ってると思うんですけど、まあ普通に考えたら、オリックスですよね。まあけど、山本選手はアニバーサリーで出るんですよ。だから僕、そこで山本由伸選手取ろうと思ってるんで、ここは自チームオリックスにはしない。吉田正尚選手も欲しいけど、今僕、セレクション持ってるんですけどね、あの、超アーティスト、固め打ちなんですよね。ごめんなさい、セレクションじゃないわ、ごめんなさい。アニバーサリー、EX か、固め打ちなんですよね、ここがねきつい。超アーティストプルヒッターやったらまだ良かったんですけど、ここの固め打ちね、リアタイにおいては一番向いてないんでね。でまあソフトバンクもまあグラシアル選手狙いっていうのもあるけど、僕別にグラシアル選手欲しくないんで。でリアタイ的に言ったら、てかリアタイ的じゃない、これドラゴンズが一番熱いんじゃない。ビシエドでしょ、ロドリゲスでしょ、もう外国人しか出てないけど、アルモンテでしょ。いやめっちゃ強いやん、ロドリゲスとかなんかめっちゃ強いらしいで。まあそんな感じで僕はね、石川選手狙いでロッテで引きます。はい、なかなかいないんじゃない。まあロッテファンの人は別にディスってるわけじゃないけど、ロッテで引くって結構、この時期ロッテで引くって結構ヤンキーでしょ。けど行きます僕は。はい、石川選手狙いで引きます。では行きます。ちなみに僕がどんだけ石川選手欲しいかっていうのをここで見せます。はい、見てこれ、2016シリーズ2の A ランクの時から石川選手を求めてますからね、僕。この時から石川選手を僕は引いてないんですよ。2016年からね。やばくない？ 3 年越しの石川選手ですよ、ゲットしたら。めっちゃ興奮すると思う。音量注意ね。言うとくわ。いつも遅いって言われるから。では行きます。久々に見たな、電光掲示板黄色に光るの。久々に見たわ。ちょ、飛ばすわ。話ないから。よし。いきます。2枚引きとかしてくれんかな、さっきあんだけ A ランク引いてんから。ドゥーンってね、ドゥーン、あっ、ホタか、ホタやん。あー、なかったか。まあまあ、オッケーです、オッケーです。じゃあ石川選手お願いします。角中選手来そう。うわー、惜しいピッチャー2分の1外した。二木選手どうなん、球種少ないな。まあ今ロッテって言ったら種市選手とか来てますからね、結構グイグイね。これはミキサーでしょう。うん、ふたきさん、青山選手、涌井選手いきます。はい、レベル70やけどもったいないけど、もうこれでこの動画終わりますね。はい、シリーズ2出てほしいな、奇跡起こらんかな。ロドリゲス選手ね、さあ来い、シリーズ2。まあ結構ね、僕大会近づいてるんですよ、10月22日。まあ皆さん来てもらったら嬉しいんですけども、まあリアルタイム対戦の決勝大会があるということで、ここの決勝大会で使える選手をぜひ引いていきたいんですよね。ピッチャー特に欲しい、バッターは別に実力で打てるんで、お願いします。バッター